アカンスワローズ、ファンサービスを制限。ヤクルトは18日、今季から神宮球場での移動時、クラブハウス前でのサイン、握手、写真撮影などのファンサービスを控えさせていただくと球団公式サイトで発表した。昨季までヤクルトの選手は神宮でのホームゲーム開催時、室内練習場などでの練習後にクラブハウスに戻る際などに、ファンの求めに応じてサイン、写真撮影などを言っていた。今季からは来場されるお客様並びに選手の安全を確保するため球団公式サイトよりに控えることになった。サインなどを行わなくなった代わりに球団では定期的に選手会主催のサイン会を実施していく予定ですとした。球団の発表を受け、熱心なファンサービスで知られる田口は自身の SNS に、球団から選手への報告でもこれからは違う形で球団と協力し選手それぞれのファンサービスを実施していく方針が確認できました。なので皆様これからは違う形ですが楽しみにしていてくださいと書き込んだ。不人気球団だしどうでもいい、負けすぎて高津の心に余裕がなくなったか、チケット代高くしすぎるのをなんとかしろよ、ファンのケツ毛をむしるやり方は長続きしねえぞ、聞いたか、転売や一人100枚がノルマや、その場で出品や、毎回転売目的の同じやつばっかりでほくさくなったが本当の理由なんじゃないの、今までがサービスしすぎていたんだよ。これには名誉ファンクラブ会員の出川哲郎は激怒だわ。セリーグで一番不人気チームだろ、中日は立浪のおかげで人気だけは出てきたからな。今シーズン開幕戦の神宮のチケットが外野で1万円、バックネット裏が 1.9 万円で笑った。早く新潟に移転しないとどんどん人気が落ちてしまう。オリックス並みに人気ないだろう。ご視聴ありがとうございました。